このノート PC を SSD に換装してから動作は速くなったね。起動時間も速くなりネットサーフィンには使えるようになったけど、少し動作が重いの。このノート PC、CPU 換装ができそうですよ。面白そうだし試してみるわよ。パソコンのカタログを確認したら、この種類と同じものがあったんだよね。品番は多少違うけど同じ形ね。今が S3-2310M で、上位機種を確認したら、i7-2630QM なんだよね。もしかしたら装着できたりする？ソケットの種類も FCPGA988 と同じなので装着できるよ。性能も倍になるんだしいいわね。ただし問題があって TDP が 35W から 45W になるよ。それ性能的に大丈夫なの？まあカタログにもあるし大丈夫でしょう。それに 35W の CPU は2コア4スレッドしかなかったからね。4世代じゃないし大丈夫だろ多分。言ってても仕方ないし確かめるよ。準備は大切にょんよ。今回はこんなものを使います。とりあえずパソコンは必要だね。次に交換用の CPU i7-2630QM を用意するよ。メモリも増設するので用意したよ。種類は以前使ったものと同じで 4GB×2枚だよ。それに CPU 的にダメでも気持ち速度は速くしたいし、ただ値段的にあんまり違いがないからこっちにしたんだけどね。あとは精密ドライバーも使うよ。それと CPU 取り外し用にマイナスドライバーも使うよ。あと細いマイナスドライバーも使うよ。無線 LAN カードのアンテナを取るのにね。最後に CPU グリスも用意するよ。これは以前のものと同じだね。使うものは以上だよ。では始めるよ。何が始まるんです？メモリは 8GB は最低必要ざますね。そうだよ。安全のためバッテリーを外すよ。ちなみにバッテリーはジャンクで充電できないよ。値段や世代的にも新調するべきか悩むところ。電源オフ確認よし。ネジを外していくよ。裏蓋をオープン、ざます。これがメモリです。金具を広げてメモリを外すよ。上の方はなぜか金具が硬かったわね。 2GB が2枚の 4GB しかないのね。下の方も取り外すよ。種類は PC3-1600S だったね。新しいメモリは SK ハイニックスの PC3L12800S 4GB だよ。種類は同じものでもよかったけど 12800S が安く買えたからね。メモリを挿していくよ。ちなみにメモリは PC3 は動作電圧 1.5V、 PC3L が 1.35V で低電圧版になるよ。別の角度だよ。今回は事前に低電圧版が使えたので購入したけど、本当は PC についていた種類に合わせた方がいいみたいだね。でも今さら速度が遅い種類をわざわざ買うのはね。装着できたので確認。容量は増えたけど速度は変化なしだね。今の CPU では速度が1333になるからね。ところが CPU 換装を、なんと無線 LAN カード。そんなでじゃあ大丈夫か。無線 LAN カードの種類は以前と同じだね。あら本当ね。今回はさらに安く値段が1127円だったよ。今回のものは汚れがあったので端子を無水エタノールで清掃したよ。古い無線 LAN カードのアンテナを外すよ。別の角度だよ。アンテナを外すのに何かいい工具がないかしら。ペンチだと傷だらけになりそうだしね。それにアンテナ端子が傷つきそうだったのでマイナスドライバーを使いました。そしたらネジを外すよ。無線 LAN カードを引き抜くよ。7260と比べると端子の位置が少し違うね。あら、違うわね。裏はさらに違うね。取り付けるパソコンによっては一部端子をテープで絶縁する必要があるみたいですね。今回は必要なかったよ。差し込むよ。アンテナも接続するので、アンテナを出して。その前に無線 LAN カードを固定するよ。こうなったら嫌だもんね。アンテナを接続するよ。
見やすさを意識したのですがどうでしょうか。指が邪魔にならないように撮影するのは苦労したらしいからね。なるほど。これでできた。何が始まるんです。このパソコンは爆熱仕様にするざます。まずはヒートシンクとファンを外すのでネジを取るよ。場所についてファンは2箇所だよ。撮影ではこの黒いのを取っていたけど別に取らなくていいよ。上の方もネジを取るよ。次は CPU 側でこちらは4箇所だよ。さて問題です。まだ取り外すものがあるよ。みんなはわかるかな。ちなみに中の人はまだ気づいてないですね。やっと気づいたか。ファンのコネクターも取るよ。これも何か専用工具とかあるんですかね。とりあえず細いマイナスドライバーでなんとか取り外したよ。やっと取れたみたいね。今回のものはこれ以上分解するとややこしそうだったのでこれだけ。今回もファンはあんまり汚れてなかったよ。グリスはカチカチかな。ヒートシンクは比較的冷えそうな見た目かな。メーカーによってはかなり小さいものもあるらしいね。これが新しい CPU。 前回と同じでコアの大きさが違うね。グリスを拭き取るよ。本当にグリスがカチカチだね。CPU を取り外すよ。マイナスドライバーを差し込んで回すだけ。CPU を慎重に取るよ。ちなみに CPU 交換ができるのは1から4世代の Core i シリーズで末尾が M のもの。末尾が U のものはできないと思います。裏は、ライゼンのように健算だね。まあこのおかげで CPU 交換ができるんだけどね。裏は多少違いがあるね。CPU を乗せるよ。ピンが折れないように注意してね。向きも間違えないでね。あとはマイナスドライバーでロックするよ。前回はグリスを塗りすぎたので今回は慎重にするよ。塗りやすいようにマスキングテープをコアの周りに貼っているよ。テープが貼れたのでグリスを塗ります。せーの、お久しぶり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 大根ですわ。ちょっと、何言ってるの。早くグリスを伸ばすわよ。真中さん、もうわかったわよ。こんなものか。テープを剥がすよ。ヒートシンク側も拭き取るよ。グリスはカチカチだね。やっぱりカチカチだったし塗り替えは必要ね。ヒートシンクを戻していくよ。そういえば以前グリスをヒートシンクまで塗ったやつがいたらしいね。さて誰のことかな。かな。こんなもんかな。ファンの部分のネジを戻すよ。間違えて取ってたネジも戻してます。次に CPU の部分をネジ止めだよ。番号通り対角線上にネジ止めするよ。一気に締めるとコアが壊れるかもしれないのでまずは仮止め。そしたら本締めしていくよ。こんなもんだね。ファンのコネクターを戻すよ。このコネクターを接続し忘れたらファンが回らないので注意だよ。取り付けは完了だね。裏蓋を戻していくよ。ネジ止めも忘れないでね。ジャンクバッテリーを戻したら完成だね。
それでは、お楽しみの時間よ。どうか CPU が認識して。動けってんだよ。電源を、ポチッとな。NEC ロゴが、出たね。Windows も起動しだしたね。それでは、結果発表！そうだ。嘘だぞ、中田！CPU Z ならどうかしら？こっちは i7-2630QM なんだ。あの方法なら。再起動して1連打で BIOS 画面に入り、終了を選択。デフォルト値をロードするを選択し、変更を保存して再起動すれば。たーやったぞ、マス。やったぜ！ターボブーストもちゃんと有効になっているね。そしてなんと、メモリ速度が1600になったぞ、マス。さすがなぜ速度が1600になったのかわからなかったのよ。この CPU でも1333までと思っていたのですが1600出ちゃった。それでは始めるわよ。位置について、用意、スタート。以前の第4世代では i3 の方が早かったけど、今回はどうかな。わずかに i3 の方が早いかしら。そうでもないみたいだね。 i7 は起動したね。早いわね。今回の第2世代では i7 の方が早いね。少なくても Core i シリーズでは SSD 換装の恩恵があるね。次は YouTube 再生だよ。位置について、用意、スタートー。今回はどうかな。早くなるといいんだけど。 i7 はすぐに再生できたね。再生リストは i7 の方が早いね。終了画面からの再生は？終了画面からの再生も i7 は早いね。2倍ぐらい性能が向上しているからね。 CPU 乾燥の効果はいかに？これを見てみろよ。今回はベンチマークを回しながら CPU 温度も見るよ。位置について、用意、スタートー。 CPU が 45W になったら爆熱なの？爆熱もあるけど、性能が本来より低い感じかな。まあ結果を見たらわかるよ。ドキドキ。 369CB だったね。本来は440ぐらいらしいよ。次は R23 だよ。今回はベンチマークが2周回ったよ。前回は10分経っても1周だったからね。R23 では 2.5 倍に性能が向上したのね。でも OpenGL は測定できなかったけどね。次はドラクエベンチだよ。設定はフル HD、低品質。性能の変化はあるかな。前回よりかはいい感じね。前回よりいいわね。性能が向上したのはメモリの速度が関係あるのかな。ちはやローリングではどうかな。さすがに劇的な変化はないようね。少し差が出てきたね。ドラクエベンチと同様にスコアは伸びそうだね。メモリ速度か性能の向上のおかげだね。でもこのベンチは1コアしか動かないんだよね。このあたりになると差が結構出てきたね。これでこの PC も高性能って言えるかな。それは普通だろ。ハヤの姿が見えているうちはダメだろ。結果発表！96万6339メートルだったね。今回を含めて田舎用 PC 動画はどうだったかな。 CPU 乾燥でメモリ速度が向上したのが一番の驚きだったわね。さて使用金額についてだよ。パソコンはいただき物でレインだよ。メモリが2000円、 CPU が3726円、無線 LAN カードが1148円、 SSD が2780円ね。合計は9654円だったよ。前回と比べると比較的安く済んだわね。次はデスクトップパソコンになると思うよ。それでは、またお会いしましょう。